どうもヌヌです。タイムスピナー続きをやりたいと思います。侵略の森、千年前の世界に飛んでしまったようで、あそこからまた新しい物語というか冒険といいますか、多分敵倒しちゃいけないね。ああ、やっぱり。ここはいいんだけど。そういうことだね。HP がだいぶ減ってる。食料を手に入れるのなんて簡単だったのに、キャンプから来たのか。ラケン軍の攻撃を受けたところをネリステが解放してくれた。あんたもキャンプなの。チーズだ。私はルーネ、ハリステルがあんたのことを心配していた。
かないか。はい、こっちでいえば砂も回復するね。多分これはここで止めて、電源重視の道具を手に入れた。ボス。ちょっと回復アイテム使いすぎだな。
でシャワーと。ピラミッドの創始、なんて読むんだこれ。あなたたちは誰？何なのこれ。見て、お客さんよ。サキュバス。インキュバス。お客さんの疑問も無理はないよ。君はこの辺の人じゃないよね。それともこの時間軸の人じゃないのかな。ちっちゃなペットも連れてる。おやおや、夢のドラゴンじゃないか。意志がすごく強い人なんだね。彼女はすっごい怒りを抱えてる。私を満たしていくわ。僕たち君のお気に入りになれるかもね。私たちを使っていいわ。そうしたいでしょ？あなたに力を与えてあげる。復讐を遂げるのに必要な力よ。ダメ。え？ペットちゃんが喋った。一言だけだけど可愛いわ。トントンダメ。ちょっと私たちは悪者じゃないわ。ただ争いから生まれるし、劇場が大好物なだけなの。それにこの星はたくさんの劇場を振る舞ってくれたしね。イラーナちゃんは最高。彼女のおかげで僕たちもここにいられる。あの怒りと憎悪、彼女がウィリートに勝てるよう助けてあげるってわけ。ラーキー M の味方？アスモデウスの口を作ったのは僕たち。ウィリートはかわいそうなラキエムにひどい意地悪をしてきたの。イラナ王はとても怒り。危険。その小さなドラゴンよりももっといい助けをね。いや、あんた喋れるんだ。勉強中。名前は？メイエフ。門はこのピラミッド型の鍵なのかな？に反応してる。タイムスピナーみたいな音がかすかに聞こえるな。同じだよ。変なの。ウェインデリアの近くでもないのにどうしてわかるの？夢。ルーネ。部品は？部品って何の？全部。タイムスピナーの部品。弾み車とスピンドルのこと？帰るの？じゃあ戻れるんだ。ルビウス。え、ってこと戻ってきたの？あ、戻ってきてる。あ、さっきのやつが1000年前でこっちがあれなんだ。現代なんだ。はい、というわけで切りもいいのでここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ヌヌのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。